初見始まるよ今週のオープニングソングはこちらはいみなさんこんばんはミュージカル俳優の森内正代です今週のオープニングソングはミュージカルリトルショップオブホラーズよりプロローグをお届けしておりますミュージカルリトルショップオブホラーズ 皆様ご存知でしょうか。1960年に公開された映画「リトルショップ・オブ・ホラーズをもとに脚本・作詞ハワード・アシュマン作曲・アラン・メンケンにより1982年にミュージカル化された B 級ホラー作品その後1986年にミュージカル版リメイク映画が制作されました舞台版と映画版では エンンディングに違いがあるのも有名で元は舞台版と同様に悲劇として終わる予定だったのですが映画の試写会で舞台はカーテンコールがあるから悲劇でもいいけど映画でバッドエンドは後味が悪いと不満が続出したことで急遽ハッピーエンドに書き換えられたそうです。 ちなみに幻のバッドエンドは映画の特典映像などで見ることができるそうですそれでは参りましょう森森。内のの集まれミュージカルの森この番組では俳優である私森内正代が30分間ミュージカルの魅力を少しでも伝えられるように僕の「 俳優としての活動情報やミュージカルにまつわる近況をお届けしていきます。集まれミュージカルの森略して、集め !2023 年11月16日、皆様いかがお過ごしでしょうかあの、私事なんですけれども、全然ミュージカル関係ないんですけれども、先日ご飯に連れて行っていただきましてですね、そこでですね、 いいいっぱい食べさせてたただきましたで何食べたかっていうとですねむちゃくちゃ美味しそうなハンバーガーとポテトとステーキしかもステーキにはですね茶碗のご飯と味噌汁とドレッシングがかかったサラダまでついてくるんですよだからあの3人でいただいてたんですけれど僕のところだけえげつない感じになっちゃって <laughs> あの 途中夢かなって思いました。だってハンバーガーしかもいいハンバーガーね本当に肉肉ザン肉っていうパーティーと、えー、もうバンズもねカリカリの美味しいやつだったんですよ中側カリ外側カリみたいな。でいやもうねこれゆっくり食べたら食べきらんと思っていいすごい美味しくがっついちゃったんですけれどもいやーなんかね 現実じゃないかもしれないこれはと思って <laughs> すごいよねだからパンとご飯がまず一緒にあるしステーキとハンバーガーが一緒にあるしそこに味噌汁ついてるからもうなんかもう和洋折っどころの話じゃないっていうか <laughs> 胃がびっくりしちゃうぐらいジャンル違いで <laughs> でもねちょっと本当夢のような体験をしてきました <laughs> 王道じゃない超邪道な夢を叶えてきましたいやおいしかったな最高のお店で食事を頂い,いてきました本当に皆さんにもそういった経験をぜひしていただきたいではここで僕がスイングとして参加している作品情報をお伝えいたしますミュージカルススライイオブサタデーナイト1960年代のロンドンを舞台にした世代を超えた名作 ティーンエイジャーの青春と葛藤が30曲を超えるロックナンバーとともに描かれる東京公演は有楽町読売ホールにて2023年11月3日から19日まで大阪公演は松下 IMP ホールにて11月21日から23日まで仙台公演は電力ホールにて11月28日と29日の公演です 詳しくは公式ホームページをチェックしてみてください僕はスイングですので何かない限り出演はございませんが若さゆえの不安や甘い恋の駆け引きをぜひお楽しみくださいはい東京公演はあと3日ほどで千秋楽を迎えますね私スイングの森内正代を毎日劇場に行っておりますみんなと心は共に舞台に立っております、はい <laughs> 実際誰かの役をやりながらあの見てますからねモニターでね、はいあのー。今回の演出家の本吉さんで本吉さんは僕「スクール・オブ・ロック」のスイングの時には鴻上庄司さんの演出助手という形で初めてお会いさせていただいてでこの「スライスオブサタデーナイトでは演出で僕もスイングという形でまた同じ現場に携わらせていただいてで次の「ジョジョはですね作家歌詞 とということで、もうす,ごすぎまませんかまず元吉さんかず、さって。3現場連続っていうのもあの奇跡なんですけどその3現場とも違うっていうのももう一生ないかもしれないそんな人。<laughs> いやーでそれでね何が嬉しいかってね元吉さんの人柄といいますか仕事に対する熱意といいますかセンスといいますかもうね最高なのもうめっちゃ好き。だから僕はこの年は、この年 ラッキー,ーかもしれない今後現場がまた一緒の時が来るとしたらなんかそれは素敵なご縁になるんじゃないかななんて僕は勝手に感じておりますまあそのぐらい尊敬できる方でまあ視野が広いと言いますか行動に移せるというか思いを行動に移せる方だな,なって思うんですけれどもそんな元吉さんがですね昔ね実はねモデルだったんですよ <laughs> しかもそれが発覚したのがめっちゃ面白くてタイミングがね発覚したタイミングが本当に面白かったんですけど元吉さんがある日の稽古でノートをしていてでいろいろ言うんですよ。でいろいろ、あのー、言ってる中で僕もメモしながら他の人が言われてるのを聞いてて。あのー、ふと 例え話を時々すするんんですけれども、さんってあの昔俺さモデルやっててさでこれに出てた時があってさっていうその時のエピソードを例え話で話そうとしたんですけどで全員が「その誰もが知ってる雑誌なんですよ」に出てたっていう話があって <laughs> 全員が「そのえっ?」てなってその,その続きの元デさんのノートが聞けなくて。 ノートっってていうののはダメ出しのことですねあの耳に入ってこなくて <laughs> 頭に全然入らないそのそれに出てたっていう話がいきなり来たから「ええ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 って全員がなってほんでモ本さんは分かってないからでさその時にさって話は続けるわけですよでもうたまらず誰かが「いや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 っつって,って <laughs> で全員が「言ってくれた」って言って「話入ってこうへん」って言って <laughs> 面白い全員で「えあれえあれに乗ってたんすか?」っつって「ええいついつ?いつ」みたいな <laughs> でそっちの話になりそうになったからモデルさんが「やめろ」っつって <laughs> 実際そのモデルをやってらっしゃった時があってで本当にこの人は多彩な人だなというかマルチプレイヤーだなって本当に思いましたね。 すごいなあと思ってもうこんだけマルチプレイヤーでいろんなことを経験しいろんな世界見てるからこそ今このミュージカルの現場で演出家として。 立ち振る舞いが豊かなんだなっていうのはやっぱり感じるところですねで僕自身も実はミュージカルを一旦外れてると言いますか好き放題やってる時期があったので三四年ぐらいね <laughs> でもねウエストサイドとか関わらせていただいた作品もその途中あるんですけどやっぱ僕の中では本腰入ってなかったからやっぱそういういろんな経験をした上でミュージカルに戻ってくるとミュージカル一本よりも少し新鮮な感覚を持つことが多々あるんですよ SET の時はこうだったなみたいな知見とかも入ってくるしだからそ,のそれ以外のことをやっている今やってること以外のことをやっている人って結構見聞が広いイメージがあって僕は尊敬する人が多いなと思っててだからそういう点でも。 いろんな世界を体験していろんな嫌な思いをして今こうやって抜群のお仕事環境を作ってあるんだなっていうのを感じます。なので「スライス・オブ・サタデーないとあと3日しかありませんけれどもぜひ皆様とてても楽しい作品になっております見ていただいた方も皆さん SNS で好評な感じだったのでよかったらもし興味がありましたら明日あさってしあさってぐらい見に行ってみてください。 それでは早速最初のコーナーに行ってみましょう。最初のコーナーはこちら。このコーナーでは皆様からのミュージカル川柳をご紹介いたします。ミュージカルや歓劇、劇場にまつわる川柳を送っていただいて、僕がミュージカルでリアクションをするそんなコーナーです。 番組公式 X にて募集し応募のあったものの中から厳選した川柳を一つだけご紹介いたします。ということで今夜もやっていきましょう。ラジオネームゆいこさんのミュージカル川柳です。こちら。夢醒めをやっと見れました感動ですああ、見れました。よかったね。これいってみましょう。あんたは最高だぜ、ブラーバば。 はい、ゆいこさんから追記いただいております。夢サめをやっと感激することができました。おめでとう。母が大昔に録画していたビデオを家で見て大好きだったのですが、去年まで高校生だったので、一人感激を許してもらえず、母は新作をたくさん見たい派なので、夢サめに連れてってもらえませんでした。でも、大学1年生になり、ようやく一人で感激に行った っていいよと母に許しをもらって初めての一人感激初めての夢覚めで大感動しました我慢した分感動も大きかったように思います母が昔見に行った時はロビーパフォーマンスというものがあったらしくそれも楽しみにしていたのですが今はやっていないみたいです 周りにいたお客さんもロビーパフォーマンス良かったよねと話しているのを聞いてあと10年早く生まれてればと少し後悔しましたこれからはどんどん一人感激をしたいなと思っています森内さんの「ジョジョ」も楽しみにしていますと書いていただいておりますありがとうございますかあなんとも癒される話ねお母さんもミュージカル好きなのかな めっちゃ可愛いんですけどあのー、<laughs> 一瞬携帯を持たせてもらえない高校生のお話かと思っちゃった <laughs> そのさ僕の中でその規模のお話がミュージカルで繰り広げられてるってだけでもうもう萌え萌えなんですけど私はかわいすぎる。 家族で舞台好きとかもキュンキュンするわーダメだエピソードが可愛すぎる <laughs> あのロビーパフォーマンスってあったんですよねあの僕がいた時はやっててまだ結構こだわってやられてましたよねあーまあねそこの後悔はあるからでも後悔ってあと10年早く生まれてればあと少し後悔しましたってなんかこの分も面白くて <laughs> 途方 <laughs> もない事件の話をしてるんだけどなんか思いがかわいいねもう総じてかわいいですねこのこのお便りはこの川柳は総じてかわいいですね素敵ジョジョねありがとうございます本当にジョジョねもううまい作品思っててマチルダの時もそうだしラ・マンチャの時もそうだけどその時にある力を振り絞らないと成立しなさそうな作品 ばっっかりに出会ってるみまあでもそのものによっては振り絞るというよりも洗練された姿でいようとか、えー、そう思う作品とかもあると思うんですよ。でも中でも僕はやっぱ毎回毎回振り絞るもう出し切るっていう作品 <laughs> そういう想像をする作品に出会うことが もうほぼになってきたのでそういう意味では徐ジ々ョジョも僕にできることをもうフル100%で出し切ってでお客さんに感動心が動く体験何かしら壮大なものを見れたという満足感こういったものを僕はお与えし,したいなとは勝手に思っているので。 でいろいろ情報が今来ていてでいろいろ読んだりもしているんですけれどもなんかとてもやっぱ素晴らしいもともとの「ジョジの世界が壮大なのでそれに伴った作品になっていくんじゃないかなと想像してますなのでそちらも楽しみにしていただけたらぜひ期待に応えていきたいなと思ってますんで頑張りますよろしくお願いいたします 素敵な川流をありがとうございました。こういった感じで毎週一つずつミュージカル川柳をご紹介していきますので思いついたら是非公式 X の DM や専用フォームからお送りください次のコーナーはこちらですおはようー。ざー熱す。 このコーナーではリスナーの皆様に送っていただいたお便りを読んでいきたいと思います11月12月のお題は「ミュージカルの神様が私に微笑んだと思った瞬間」です早速読んでいきましょう森内さんこんばんはこんばんはミュージカルの神様というか推し活の神様かもしれませんが微笑みエピソードを投稿しますありがとうございます ススライイオブサタデーナイトの初日を感激しました「おー、嬉しい」劇中も本当に楽しくて音楽も最高で笑いもあってめちゃくちゃ楽しかったですキャストが客席にいるのもすっごく新鮮でしたいろんなお客さんに話しかけたりしているので「は話しかけられたらどうしようてんてんてん」とドッキドキしていたのですがまさかの推しが「ちゃんと飲んでる飲み足りないでしょ?と」と 話ししかけてきましたもうテンパっちゃって本当にそう言っていたのか記憶も定かじゃないのですがそんなようなことを言っていた気がします。<laughs> 言ってないかもしれないけど。ツイッターを見ていたら他のお客さんもそんな感じのことを他のキャストにも話しかけられたと歓喜していたのできっと言われたんだと思います。推しのイベントに行く以外で推しが近くで語りかけてくることなんてないですし。 推しのイベントに行っても、私個人に声をかけているなんて絶対にありえないことなので、頭が真っ白になりました。やっぱり推しはかっこいいし、かわいいし、最高でした。その日は、もう死んでもいいって思いましたが、リピーターチケットを購入したので、もう一回見るまで絶対に死ねません。わら。<laughs> 次は話しかけられることなくテンパることなく冷静に劇中のすべてを見届けたいと思いますラジオネームソナチネさんからいただきましたソナチネさんありがとうございますいいの次話しかけられることなくて <laughs> いいですねいやあのあれよ日々のお仕事のご褒美ですよそれは、うん、もう受け取っちゃってください盛大に <laughs> いやまあでもこの最近ではあまりありえないほどの舞台の醍醐味をですねフルスロットルで出している舞台だなと思いますんであのすごい客席にお立ち台とかあるしねあのようちゃん演じるエディなんてもう友達かっちゅうぐらい話しかけてるもんねあの出会う人みんな友達精神だよねあの人はね <laughs> いやでもね SNS とか見ててもそういう客席のフリーエピソードとかあの舞台上のオフ芝居エピソードとかあのその要点に関連しないところでのパフォーマンスって大体 SNS にちゃんと内容が上がってくるんですよね。今日はこうだった今日はああだったあそこに行ってあれしてたみたいな <laughs> ゲリとスがイチャイチャしてたとかなんかそういうの SNS に上がったりするからその報告見るだけでも面白いよね。<laughs> いやこれは神様が微笑んでくれた瞬間エピソードでした素敵です <laughs> はいこの番組ではお便りやミュージカル線流を募集していますお便りは数ヶ月に1回お題を変更しております11月12月のお題はミュージカルの神様が私に微笑んだと思った瞬間をそれぞれの詳しいエピソードを添えて教えてください リスナーの皆様からのご投稿を楽しみにしておりますそして今後も普通おたこと普通のお便りも常に募集しておりますので僕に伝えたいことや感想質問などがあればぜひフォームや DM からお送りくださいここで今後のミュージカル出演情報をお知らせいたしますミュージカル「ジョジョの奇妙な冒険」「ファントムブラッド」国民的大人気コミックが待望のミュージカル化 原作は荒木弘彦先生の大人気コミックシリーズ人間の誇りと勇気を描き上げる人間参加をテーマに頭脳戦と肉弾戦で織りなされる熱いストーリー全ての始まりとなる第一部「ファントムブラッド」をベースに世界初の舞台化が決定しました東京公演は帝国劇場にて2024年2月6日から28日まで。 札幌公演は札幌文化芸術劇場「ひたる」にて2024年3月26日から30日まで兵庫公演は兵庫県立芸術文化センター「コベルコ大ホール」にて2024年4月9日から14日まで詳しくは公式ホームページをチェックしてみてくださいそれではここで今日は何の日をご紹介いたします 本日11月16日は幼稚園記念日でございます1876年明治9年に日本初となる官立幼稚園が東京・神田で開園したことにちなんで記念日が制定されております子供の頃から勉学などを学ばせるといった文化や概念がほとんどなかった当時入園したのは約50人で 男の子は洋服か紋付き女の子は振袖に加えてほとんどがお付きのものを従え馬車や人力車で通うほどの由緒ある家の子供ばかりだったそうその後鹿児島県大阪府宮城県などでも順次幼稚園の設立が続き児童教育の概念が徐々に一般的にも浸透していくこととなりました幼稚園版花より団子だったんだね。 それでではここで今週の1曲をお届けいたします今週皆様にお聴きいただきますのはミュージカル「ライオンキング」より「Can You Feel the l o v e Tonight?」愛を感じてです。はいもうねーこれは素敵なナンバーですね。このナンバーの時に僕は確かその次の ナインピースというムファサの顔が亡霊のように浮かぶやつの左頬骨の準備をしていた気がします。<laughs> 確か違うかな。<laughs> もう何年経つんかね、ライオンキングに出演させていただいてから。えっとね、もうちょっとで10年になるのかな。ライオンキングを卒業してから。まあ、意識を卒業してから。 いやなのでなかなかねこう覚えてるところも減ってきてはいますけどもでももうちょっとで10年経つ割には結構鮮明にやっぱ記憶には残ってますよねだってね長い時で半年連続で「ライオンキング」やらせていただいた時もありますからねなんか体が忘れるようにもうもしかしたらもうおじいちゃんになるまで一生忘れないかもしれないですねなんか心の中でうずくものがあります <laughs> それではお聴きください。ミュージカルライオンキングより Can you feel the love tonight? お聴きいただきましたのはミュージカルライオンキングより Can you feel the love tonight? でした。はい、ということであっという間の30分でございます。エンディングトークでございます。森口正代の活動情報は公式 LINE アカウントにてお知らせしておりますのでご興味がありましたらぜひご登録のほどよろしくお願いいたします。 会員制のメールマガジンもございます。この機会にぜひご登録ください。そして X や Instagram などの SNS を日々投稿しております。もしご興味を持ってくださった方は森内商店で検索してぜひフォローをお願いいたします。次回の放送は11月23日23時から23時半での放送です。 次回以降の川柳やお便りも公式 X にて募集しておりますので是非番組公式 X の DM や専用フォームからお送りいただけると嬉しいですお待ちしておりますこの番組をもう一度聞きたい過去放送を聞き直したいという方はラジオ川越公式 YouTube チャンネルの再生リストから森内正代の「集まれミュージカルの森」をチェックしてみてください